皆様こんにちは、韓中国です。ロシアのセルゲイ・リャブゴフ外務次官は5日記者会見でロー米高官が対話していることを明らかにしましたここ数日来ロシアが戦車や装甲車などの武装部隊をウクライナおよびクリミアに大量に集結させたことにアメリカは懸念を示していますイタルタス通信5日の報道によるとリャブゴフ外務次官が記者団に対し モスクワとワシントン高官がウクライナ情勢に関する対話を行っているアメリカは懸念を表明しているが、ロシアの行動を心配する必要はないと述べました。また、同氏はウクライナが休戦協定であるミンスク合意に違反し、それを否認していることは受け入れられないと述べました。ウクライナ軍は3日ドネツクの北約30キロメートルの村の近くで地雷爆発により。 ウクライナ兵一人が死亡したことを明らかにしました3月末の砲撃で4人のウクライナ兵が死亡しました情報筋によるとウクライナ東部での紛争は1月からエスカレートしておりロシアとウクライナの国境には大量の軍と装備が集結しています3月29日北大西洋条約機構の戦闘機は大西洋北部北海バルト海国海で ロシアの侵入戦闘機を10回阻止しました。NATO 司令部は1日、ロシアとウクライナの情勢について議論し、ロシアの最近の行動が、ウクライナ東部の緊張緩和に向けた国際的な努力を台無しにしていると指摘しました。ウクライナのドミトロ・クレバ外務大臣は2日、イギリスのドミニク・ラーブ外相とドイツのハイコマース外相に、ロシアが、 ウククライナととロシアアのの北・東の国境やクリミアで兵力をを増強ししていることを伝えました。クレバ外相はウクライナは東部での緊張状態を激化させたくない我々は戦争を望んでおらずそれどころかウクライナは常に平和を求めてきたまたウクライナ政府はロシアに併合された領土を外交的な方法で取り戻すことを約束していると強調しました。 バイデンアメリカ大統領は2日、ウクライナのゼレンスキー大統領と初会談し、アメリカはウクライナの主権と領土保全を強固に支持していると述べました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。